はい、皆さんこんばんは。こんばんはということで、はい、9時半。はい、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは、どうも。おはようございます。高則 YouTube 配信ですよ。なんか声ガンガン言うてんな。こんばんは。はい、皆さん元気ですか？はい。日曜日はコンサート、はい、お疲れ様でした。滋賀県ライブ本当ね、楽しかったですね。雨の中 ね、たくさん来ていただいて本当にありがとうございました。本当にね、あの大阪からもそうですしね、地方の皆さんもそうですし、滋賀県の皆さんもそうですけど、ありがとうございました。本当に楽しかったっすよ。本当こんばんは。いやほんまね、まあまただから今年ね、滋賀県ライブまたできたらええなと。そうそう、暑かったね。本当に滋賀県ライブはちょっとまあ5回もね、今継続してできてるんで、まあまあその何回とは言わず、なんかね、こう定期的にこうずっとこう長くやっていけたらええな。いいですよね、うん、なんか一個末長くというかね、はい、滋賀県にどんどんこう根付いていったらいいですよね。いや本当本当、うん、なんかこうね、少しずつでもいいんでこう集まってみんながこう、うん、あ行きたいなと。大阪から来られても結構いいとこですよね、雰囲気めっちゃいい。旧銀行、そうそう、銀行跡というんでしょうか。そうです、ね、そうですね、そうです。建物もなんかやっぱり古いし、天井高いし、あれ天然のリバーブがね、天然リバーブでやりましたね、今回やりましたな。最後の曲ね、完全にアカペラでやりましたね。やりましたね。これ配信できないんですけど、はい、はい、してないですけど、あれ良かったですね。そうやね、ちょっと最近配信、まあこの YouTube 以外で配信をちょっと やらなくなったというか、あ、まあまあ、ね、そうですね、まあ、うん、そうですね、やっぱライブに来ていただくっていうのはまた別問ですからね。これはこれでね、はい、はい、これはこれでね、まあコンテンツが、そうですよ、私チームでね、なかなかやっておりますね。もうね、心地いいですね、やっぱここ安心しますね。ね、今日そうなんですよ。皆さん大山高則のストーリー、インスタのストーリー、まあフェイスブックのストーリーなんですけど、ぜひ見てください。今日ちょっとあしあちゃんと7月21日の、うん、もう来週ですよ。そうですね、来週ですね。来週やな、うん、えらいこっちゃ。金曜日ですね。金曜日、のリハ、ソープオペラクラシックのワンマンライブのリハを今日ちょっと朝からやってきたんですけど ね、 ね、まあ、これはちょっと電波 通して言うのはちょっとダメなので言えないですけど、本番めっちゃ言いたいねんけど、もうね、この K225 の空間がね、快適すぎて最高。しみじみ言いましたね。もう最高よ、うん。なんか他で外部でやるんが、まあ言うて久しぶりですよね。いや俺、芦屋ちゃんほら、まあいろんなアーティストさんとかもやったりとか、うんうん、ね、いろいろやってるからもあるかもしれないけど、うん、俺だってもう何年ぶり？そうでしょ？何年ぶりぶりって感じよ。ぶりぶりって言いましたね。2回目言い直しましたね。ぶりぶりを。そうですよね、確かに。昔はね、やってましたけどね、外部のそのとこもね。昔は今日、まあ、ちょっとあるスタジオに入ってやったんだけど、うん、やってたよね。やってました。そこまでね、まあまあ、なんかそうやね、確かに今日ちょっとね、まあこの時期やからね、まあまあそう、まあ、ここで体が馴染むと、いろ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 ね、まあまあ不具合も感じるとこもありますわね。まあ、まあ、さあね、まあさあね、うん、そうやな、うん、ほんまやわ、すごいんやな、思いましたね、改めて。ああ、うん、これはもうでもそういう環境にまあさせた
周りが悪いよね。なんで周りが悪い。すごい発言が出ましたね。こんな体に仕上がってって、こんな綺麗虚弱体操になっちゃいますねこれね。いやもうそんなことね、いやまあちょっとね、ありがたいですよ。だから改めてね、ありがたいなと思いましたね。でもそう、ほんまにすごかったもんね。まあ、基本的にほらだから僕はあの最近はもうこのイヤモニってね、アジアジャムさんけど、そうですね、大山貴之ライブってね、皆さんこのイヤモニっていうのをようやってるんですよ。まあほらこうメジャーの皆さんもよくやってるでしょここね。でこれをやるようになって、別にそのまあ転がしって下にこうモニターを押してそれを返してっていうのも僕もちろん台湾の時そうやったから、あそうですね、全然できるんやけど、今日だからそのスタジオ入った時にね、すごかったよ。俺が左に寄ったらブオンっていうでマイク置いて俺だけ単体で左に寄ってもブオンっていうブオンブオン言ってましたよね。あ、なんやろね、なんかすごい溜まってましたね。まあカラッとしてなかったから余計にこう低音がね溜まりやすいんですけど、ほんまなかなかちょっとしんどかったですね。しんどかった、環境的にね。まあでも改めてこの環境には感謝だ。まあでもリハもねいい感じでしたね。いい感じだった。はい、むちゃくちゃもう、はい、本当にね楽しみですよ21日が。ほんまよ、来週みんな無理しててもぜひ来てください。うん、遅れてでもいいから来て。あでもほんまっすね。でもそれぐらいなんか楽しみですよね。そうそう、ほんまほんま、うん、多分それぐらい、あもう来てよかったって、うん、絶対思わすから。うんうん、はい、約束する。うんうん、はい、思わすね。そう、もう8時半ぐらいに来てくれてもええよ。8時半、もう終わってませんけど大丈夫ですか。しっかりチケットで取っていただいてはい、8時半に来てもあと1曲ですけど大丈夫です。お前な、はい、まあまあでも直哉も頑張ってたね。よかったですね、フレッシュでしたね、やっぱり。もうフレッシュやったね。22歳。頑張ってた。頑張ってましたね。難しい言うて。なんかよかったですね。よかった。もう最後なんかだって、もう俺らのリハっていうのは、直哉のためのなんかあれだもんな。頑張れって。そう。いや、違うね、こうやって弾くね。こうやってみ、こうやって弾いてみ。もう一回させてもっていいですかとかっつって。よかったですね、食いつきね。うん。ちょっと、もう一回いきます。そうやね。まあ、師匠が師匠だけに、ちょっと気ぃつけなきゃいけないと。終わると思った。あ、そうやろ。ダメですね、そんなは。でもよかったですよ。よかった、本当に、うん、本当に7月21日、来週です、皆さん。ぜひね、来ていただけたと思いますんで。思いますね。はい。もうぜひぜひ、まだ迷ってる方も。迷ってる方、パチパチっとしていただいて、チケットもね。あ、これ、はい、なんか概要欄に貼ってあるんですか、そういうページは。はい、あります。なんか YouTube のとこに貼れたらいいですね。そうやね、これ YouTube のとこ、ポロンと貼れたんやけど。ちょっと、まあ、貼りましょうか、僕今。ちょっと、ホームページですよね、兄さんのところの。うん。これそういうのね、あ、俺がチャットで書いたらってこと？そうですそうです。だからここで要はチケットのページを貼っとくんですよ。あ、そういうことですか。兄さんもう、あ、これ当たった、これ当た？あ、じゃあいける？あ、これ14日の分やな。これが21かな。ご予約はこちらの分でしょ？はい。あ、このページ貼っときますわ。はい、じゃあ僕がこれ貼っときます。ありがとう。違うページ貼ってたらすぐ言ってくださいねそういうとこあるんで僕ごめんなさい、今貼っときました、はい、お願いします。皆さん、皆さん、アシアちゃんがちょっとチケット購入できるページを貼ってくれたみたいなんで、ちょっとタイムラグがあってまだあれですけど、皆さんよろしくお願いします。あ、お母さんお疲れ様でした。滋賀県試験試験じゃあ試験滋賀県ライブありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、みんな今日も絶賛カミカミ中です。てな感じで歌おうかな。ですね。はい、皆さんこんばんみー、こんばんみー。本当に最高にね、楽しかったですね。ということでまず1曲目、まあこれもね何回か歌っておりますが、平井堅さんですね。はい、まあ、ちょっとこうまったり皆さんほっこり温かくなってもらえたらいいかなと思いますよ、本当ね。ぜひ聴いてください。じゃあ平井堅さんの曲でね、ハグっていう曲なので聴いてください。でも分かる。
にもいらないから届けるようなキスを重ねて明日なんて来なくていいこの香りに酔いしれたい一つにペラめっちゃ良かったです。あ、滋賀県ライブね。ほんとね、楽しかったですね。最後のね、最後ほんま良かったね。良かったですね。うん。優しい、癒される歌声、ありがとうございます。優しいでしょ。優しいんだ。ほんとね。優しいんだ。ちょっとね、朝からリハーサル。相手合流したんで、そう、何泳いできてはったんですか。いや、一瞬ほんまに泳ぎに行こう思ったんやけどそうですよね。多分今日、リハ終わってあのまま泳いでたら、はい、多分今日ここ来てないと思う、はい、そうでしょうねまあ言うてね、3時間やってますからね。はい、はい、まあでもすごい楽しかった。なんかでも、まあ、ほら、7月20日まあ、新曲なのかな、あれは新曲、ね、新曲ですね。まあ、ね、皆さん多分知らない、歌ったことあるけどもほぼほぼ知らんもんね。そうですね、うん、多分 CD に収録されてるのも結構前の CD ですね。そうそうそう7月21日はちょっとぜひ皆さん楽しみにしてください。お越しになられる皆さん、はい、そうですね、新曲1曲、オリジナル曲1曲、初お披露目ですか。いい感じでしたね。はい、うん、いい感じでした。もうやりたいですけどね、 今やりたいですけど、今すぐやりたいけど、さすがにな、ちょっとな、それはまあもうちょっともったいぶってもったいぶってね。あれってちなみにいつぐらいに書いた曲なんですか。僕もあれは配信やるようになって多分僕知ったんですよ、あれ。あれいつかで、ライブも僕もやらせてもらってましたけど、やってないですもんね、あの曲。そうでしょ。はい、あ、うっちゃこんな曲あるんですねみたいなのを多分そこ 2、3年前ぐらいで。だからあれ多分2000、結構前ですよね。はい、声若いし昔のやつは2011年とかその前ぐらいかな。あ、もう結構前ですね。結構前だからちょうどまあ12、3、4年ぐらい前かな。え、大沼が活動スタートの年っていうのは何年になるんですか。ちなみにじゃあスタートっていうその CD1 枚目みたいなのが2006年。6ですよね。6年だから、まあ4年、そっか、5、6年後に出してる、はい、そう。ああ、なるほど。もうその古い CD はないんですよね。ない。ですよね。ないの。絶版ですか。じゃあもうん、絶版ってことですね。そうです。はい、そういうことですね。リハーサル楽しそうだったでしょ。楽しかったですよ本当に。あのストーリーみんな見てね、後でインスタのストーリーとかぜひ。あの芦屋ちゃんも直哉も映ってるんで。ああ、そうですね。ね、ちょっと僕もあのほらオリジナルの It's OK をちょっと歌ってる時にこうバーッと撮ったんですよ動画。そうなんですよね。ツイキャス配信するんですか。しませんです今回。ツイキャス配信ね、はい、もう長くてやってないですよね、それも。やってないね。あの K225 のライブが最後やったんちゃうかな。あ、そうです、この間のね、うん、5月にやったあれがまあちょっと最後やったんですけど、
そうなんですよ。ちょっとツイキャスの配信はね7月21日ちょっとしないですね。でも今後もライブでそのツイキャス配信っていうのを やるんですか。いやまあ別にやろうと思えばできるけど、なるほどって感じかな。まあでもライブに来てほしいですよね。まあそうやね、配信をねこうやってYouTube で配信をさせて持ってるから。そうですね。まあまあもちろんまあほら結構大阪でやることが多いからさ、まあまあまあね、どちらかというと、まあまあそうですね、だからまあそのツイキャスもねやれば、まあ皆さんこう見ていただける方は多分見てくれるとは思うんですけどね、うん、まあちょっとねなかなかやっぱりちょっとこう敷居があるのか、うん、ちょっと分からへんねんけども、システム的にちょっとね分かりにくいでしょ。そうでしょ、購入してじゃあ実際これどっから見るねみたいなとこで、そうこれがなかなかねやっぱり、そうなんですよ、見た方しか入ってこられへんようなとこあるんで、はいはい、でまあまあこの YouTube やったらね皆さん結構こうもうドメジャーやから、そうですね、気軽な感じでちょっとこう見ね、うん、見れる感じでしょ。だからねまあまあずっとコロナになってからツイキャス配信をずっとまあやってきたんですけど、まあそのおかげでね清さんとも出会えたし、いろいろねこういう感じで、うん、じゃあちょっとということでチームでという形になったんやけども、そうですね、まあ、まあもし急にまたやるよって同時にやるよって言うかもしれないんで、うんうん、まあでもまあ来れるんやったらまあぜひちょっと会場にはやっぱ来てほしいかな。そうですね、温度感がやっぱ何度も違うんでね、やっぱり、はい、やっぱり癖やね、気合とね気持ちのまたね、うん、オリジナルやってる感じは。そうなんですよ、やっぱり滋賀県ライブに行かせていただいて、ちょっとこう何人かの方がやっぱりその生、うん、生で聞くのがやっぱり全然そのまあまあこうやって YouTube 見られてる方が結構おってんな、うん、あそうです、意外にね結構いらっしゃいましたね。そう、ありがたいことに滋賀県の皆さん、うん、結構見ていただいててですね、ほんで皆さんやっぱりこういう YouTube もいいけども、やっぱりこの生でっていうのってすごいおっしゃっていただいたので、うん、来てほしいな。そうですよね、ほんまそれ、うん、来てほしいですね。来てほしい。会場に、はい、お越しください。よろしく。よろしくですね、はい。はい。よっしゃ。じゃあ、そう、あさってがだから俺東京行かなあかんからさ。あ、そっか。うん。そう。あさって皆さん7月の14でございますね。はい。あさってちょっとわて東京行きます。ぜひ来てください。堀田康介、ピアノの堀田康介と、まあ、パーカッションにコタローっていうね、僕もちょっと長い付き合いになってきてるんですけども、東京、こいつもね関西人で、全員関西人はミュージシャン、うん、はい、で康介も去年ぐらいからこう東京行って頑張ってて、でそのコタローっていうのももう何十年か前かな、若い時に行って、まあ多分僕ら世代ですね、本当に。うん。そう、多分アシアちゃんと同い年だったかな。で、頑張っててね、本当にいろんなこう大御所のメジャーのバックでドラムやってる子なんですよ。今特に誰やったかな、石井達也さん、カールスモーキー氏ね、の結構バックでやってたりとかね、まあまあいろいろみんな頑張ってるよ。コウスケも頑張ってるし。なんかまあそういう、こう、ね、コーラからタカさんとか兄さん言われると嬉しいわね、うん、ね、はい、なのでまあ関東方面の皆さんぜひあさってね、まあちょっとちっちゃいとこなんで、めっちゃバーみたいな、バーライブなんかね、なんかそういう感じ、そうそうそう、なので皆さんぜひということで、じゃあどっちやる？どっちがいい？それ？どっちがケツかな？どっちもありやね。あしゃちゃんできるのはどっち？もう任す。こっち立ってみましょうか。オッケー、ちょ待ってね。バラード行こうか。じゃあ一曲、皆さんちょっとバラード聴いてもらえたらなと思うんですけど、ねこれ久しぶりだね、めちゃくちゃ久しぶりね
あのまあ本当にすごい有名な曲でございます。はい、ディーンですね。え、何？何が？ちょっとちゃんとあちらちゃん、デーンって言いませんでした今。耳掃除してる？ちゃんと。もう僕毎日してます。やりすぎてるぐらい、ちいてるぐらい。毎日してんね。はい。ディーンですよね。ディーンですよ。ディーンです。デーンなんか言うてへん。めちゃめちゃローマ字やったらローマ字って。いやまあそんだけ噛んでた怪しいですよ兄さん。デーン言うてたんちゃう。もう耳栓してるからこれちゃんと聞こえてるし。でもな、ディーンのことデーン言ったらもうやばいって、俺。はい。あのデーンをほな聞いて、ちょっと待って、ちょっと待って、笑ってきた。ちょっとみんな待って。はい、思い出しちゃダメよ。歌舞伎町。あ、そうそう、あの場所が歌舞伎町にあるんですよ。最近治安悪いらしいですね、歌舞伎町。大丈夫よ。もうそんなもん、治安悪かった、あんなもん。えいって。それでは、このまま君だけ奪い去りたいという曲なんですけど、皆さんも知ってる方もね、たくさんいらっしゃると思うんで、一緒に歌ってみてください。
朝の光訪れる前に、そしてまたあの日見た夢を叶えよう。二人すらもないままの瞳で、いつまでも信じていたいよ。心震えるほど愛しいから。めっちゃいい曲やんこれ。持ってますねこれね。高校生ぐらいの時ですね僕たち。中高ぐらいの時。それぐらいよね。はい。94年とか5年とか。はい、買いますか。いい曲やな。ね。本当ね、うん、歌やわ。うん、これこっちゃ歌やな。久しぶりですね。選曲良すぎ。いいでしょ。ありがとうございます。いいでしょいいね言うて、うん、素敵でしょ。これ知ってはんのかな、みんな。みんなこれは知ってんじゃないですかね。え、うんうん、いや素敵よね。あ、こういうのありがとう。そうやな、なんか大山さんのバラードを聞くのがやっぱ最近、あのオリジナルがアッパーじゃないですか、どっちかっていうと、はい、あのノリノリの、ね、確かにね、イケイケなんか多いんで、うんうんうん、こういうカバーでグッとね。そうやね、真骨頂、真骨頂です ね、やっぱりバラードなんかな。まあそうですね、バラードもね、うん、聞きたいって人もいらっしゃるでしょうし、うん、よかった、しみます言うてね、はい、うん、まあみんながこうほっこりしてくれる時間やったらね、いいですよほんまに、うん、なんかね、はい。じゃあ、あ、そや、あれやる、あと1曲で今日終わりやんか。そうですね、今日。そうなんです、ちょっとあさってね、僕ライブっていうのもあって、ちょっと今日はそんなに長いことあれやなーいう話出てね、あと1曲で終わりなんですけど、あれやってみる、あのワンコーラス。あー、そうですね、なんかじゃあみんなの、そうですね、みんなのこうリクエストというか、もう書いて、ワンコーラスコーナーみたいな。ワンコインランチみたいな。ワンコインランチみたいになってますけど。ワンコワンちゃん、はい、ワンちゃんコーナーですね。そうですね、じゃあなんかあればこんなんとか皆さんぜひ言っておくんなまして。はい、はい、どうぞ皆さん。アシャイちゃん作ったっしょ。あー、津波あり、あります、あります、確か、うん、あります。みんなどんどん書いて。津波大得意なやつ。他にも、じゃあ例えば
これ言ってくれてるやつってあれやもんね。やったぞそれ。ありましたよ、すぐ確か。それなんでやっ、あ、純くんの時にやったんじゃ。ほんで作ったね。ありましたよ、確かやったね。やってみる。ちょっとそっち、大阪ですか。大阪。うん、大阪ラバー、大阪ラバー社長にちょっとワンコーラスやってみようか。社長あったら不明ね。これ入りどんなやったかな。大阪恋物語、ラララララ、はい、屋敷隆人さんやね。はい、屋敷隆人さんのね、大阪恋物語って曲みんな知ってる？めっちゃええ歌よ。これ出だしがたぶん、そうそう、どんな歌だっけこれ最初。これ2回やって、で、ふぅぬぅぅ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 ぅ最初やった。ちょっとやってみようか。それドア玉から一緒やね、これ。切り出しして、足田ちゃんカウントお願い。Oh,
キーちょっと違うのありますか。転調すんねんな、うん、なんかえらい多分これキー高してるよね俺ね自分のキーでねキー間違えちったごめんなさい久しぶりに言うとはい歌うたいワンコーラスん？あ、ほんまやね一番だけやる？はい。歌うことは難しいことじゃない、ただ声に身を任せ頭の中を空っぽにするだけ、目を閉じれば胸の中に映る懐かしい思い出や、あなたとの毎日歌の中にある、いつもなら照れくさくて言えないことも、今日だってあなたを思いながら歌うたいわ、歌うよ、ずっと言えなかった言葉がある、短いからが聞いておくれ、愛してる。お母さんどうでした、なんでやねんって何が、なんで、な、何に対してのなんでやねん、なんかあったな、これね、なんでやねん、どうでしたお母さん。いえいえ、全然全然、もうね、皆さん頑張ってらっしゃると思うんで、じゃあラストかな今日は。そうです ね、はい、今日もね、じゃあちょっとラスト、みんなありがとうございました。ちょっとこれもね、懐かしい感じです。はい、魔法の絨毯っていう曲なんですけど、ちょっとだいぶ懐かしいですね。久しぶりに歌ったね、さっきね。はい、すごいいい歌なんで、最後に魔法の絨毯聴いてください。
だらないことで笑って、何気ない会話で泣いて、一つ一つの出来事にしぼりを挟んで、忘れないように、なくさないように、これ歌でしょ。これ歌なんですよね。素敵な曲なんですよね。優しいでしょ。お気に。大阪ラバーの後、観客がなんでやねんって言うてます。どういうことですか。お母さんどういうこと。タカさんがあれでしょ。あのサビのまさかのキーを間違えるって。堪忍して。そう。そんなこともあるよ。はい、もうドア玉でパッと歌ってるか、あ違うこれと思ったあ言ってしもたみたいな、はいね、ありがとうございました。皆さん本気で芦田亮平だよ、イエーイ。やっぱりなんかあの心が現れる
優しい感じでいくとね、なんかね、まあ、はい、うん、はい、いや、こちらこそ皆さんありがとうございました。皆さんのね、貴重な貴重な時間を本当にいつもありがとうね。なんかね、ほんまに。あ、横手旦那様もええなぁとしみじみ、ありがとうございます。本当にわざわざご夫婦で見ていただいて、そういうの嬉しいですよ、ほんまに。なんかほんま嬉しいわ。いや、だからなんかまあ、お一人がね、こうやってこう見ていただくのもいいんですけど、まあ、例えばそのご夫婦で一緒にこう見られたりとか、例えばやけどこう何人かで集まってこうな、みんなもおもろいかもしれないな。そうそう、それええんちゃう。みんな今からの飲み屋行ってください、本当に。それこそ今こういうのってお店でも流せるじゃないですか。うんうん、いわゆるビュー、なんていうんですか、ビューイングっていうんですか、こういう、そうやね、プロジェクターとかで、はいはいはい、ね、流せますよね、今。流せると思う。だってサッカーの中継とかも流したりそう。こういうのも流したら、めちゃよくないですか。ほんまやわ。まあ、勝手に流してもらっても大丈夫ですよ、こう YouTube やから。全然大丈夫。ね、それこそもう無料の本当のライブになるよね。あ、なんか そういう全然俺らの知らんところで。はいはいはい、そうですね。で、うん、そういうの やりますとか言ってくれたら、またこっちも。そうそうそう、なんかスイッチ入れるで。それで、まあね、そういうのもね、大画面で見れる、はい、あ、それ面白いね。ね、だから、うん、あ、パブリックビュー、はい、あ、パブリックビューイングですね。そういうの面白いんじゃないですか。だって別に音楽、みんながこう音楽聴いてくれるし、素晴らしい時間やもんね。別に何かこう手間暇かかるわけじゃないしやな。で、結構音はもちろんね、そうですよ、綺麗から、はい、もう清さんやってくれてるから音抜群です。高い抜群ですから。あ、それ面白いな。あ、そういうの例えばこうやっていただいてさ、まあ、例えばそれが、まあ、お店でもいいんです、お店でもいいけどさ、例えばけどこう何人かこう、うん、まあ、ほらなんかこうこの間刺激ってないね、滋賀県内部行ってきてさ、ちょっとみんな聞いたときに、やっぱちょっとね、まあ、年齢とかもいろいろあると思うんだけど、環境とか、なんかちょっとやっぱりまだ YouTube 結構見られてた方もいらっしゃるんですけど、ちょっとまだこうやり方がわからんとかね、そういう方も絶対いてると思うんだよ。そうでしょうね。だからなんかそれをまあお一人一人こうやって見ていただいて、こう拡散していただくっていうのももちろんそうなんだけど、なんかこう一緒に見るっていうのもおもろいかもね。たまたまこう声かけていただいてね。あ、そう、面白いですね。それ僕もやりたいな。そうそう、やり方わからない皆さんおったら、よっしゃ、分かった、ちょっとね、こうね、そうやってあなたが言うてるんやったら、ほんな見るさかい言うて、使い方としてはでも面白いかもしれないですね。そうそうそう、一緒になんかこう、うん、みんなでこう見るっていうのはひょっとしたら面白いかもね。うん、私はえ、ベッドでひっくり返って一人で見ています。私はベッドでひっくり返って一人で見てんの。どうしたの、ひっくり返って、お母さん。そういう見方もね、時間帯的には、まあ、全然いいですよ。ひっくり返って見てくれてもいいし、逆立ちして見てくれてもいいし、何でもいいで、ほんまに、うん、ほんま、まあまあ、それはそれで楽しみの一つだよ。いろんな楽しみ方あるから。そうか、みんなで見てもらえて、ちょっと時間早めの方がいいかもしれないですね。あ、ほんまやな。バーとかやったらまあ遅くてもいいんでしょうけどね。まあ、でも例えばやけど、そういうこう、タカさんなんかこう、そういうのやってくれたら、何時から何時の間にそのやってくれたらって、あ、言うたらおもろいんちゃう。調整聞いたらね、全部面白いかも。うん、夏祭りシーズンですから、ね、夏祭りシーズンや。大山祭り行こう。大山祭り公民館あたりで、はい、ね、町というか、うありますね、そういうの。あるよね、そういうのやりますよね。はい、面白そう。なんかそういうの面白くないですか、皆さん。なんか別に面白いな、それ。だって言うたらもうね、携帯1個で済んだりするわけやから。例えばそれをこうプロジェクト、まあなんか携帯1個でみんなもいいし、テレビつなぐのもいいしさ、そう、芦田ちゃん言ってたみたいにね、パブリックビューイングとかもできるわけじゃないですか。まあよかったらぜひ皆さん、そういう形でどんどん広めていただけると、タカさん嬉しいです。よろしくお願いします。本当に、はい、今日も皆さんの貴重な時間ありがとうございました。はい、今日はね、これで終わりたいと思いますが、また、あさってが東京ライブなので、まあ、東京ライブにお越しのいただける皆さんはね、ぜひ一緒に楽しみたいと思います。はい、全力で、まあ、ちょっとずつね、ちょこちょっと東京の方にもライブしに行きたいなと思ってるんで、コツコツとね、はい、ち
と頑張っていきたいなと思ってるんで、皆さんよろしくお願いします。これで、来週ですね、来週7月の21日ぜひ少しでも時間調整できる方は来ていただけると嬉しいです。それと9月の29ですね、これはもう本当にすごいライブになると思いますんで、目指せ200人、はい、皆さんぜひ応援に来ていただけたらなと思います。7月21日がもしねちょっと行きたいんだけどなかなか調整がつかなくてという方は9月の29はもう今から本当に開けててもらえると嬉しいです。はい、ちょうど職場の仲間と聞いていて魔法の絨毯で最高に盛り上がりました。はい、来た。もうなんとこの締めくくりに最高ですやんか。はい、待ってたかのようなコメントしていただいて、本当にこれもこんなん言われたら終わられへんがないってな、終わるけど、はい、ありがとうございます。あ、魔法の絨毯歌って聞いていただいた皆さんありがとう。よかったらね、まあ、またちょっと来週がねちょっと ライブがあれなんで、ちょっとまあまあYouTube ね、日がバチンとええところが合えば来週ちょっとやりますし、ちょっとライブがあるんでちょっと合わなければちょっと来週ひょっとしたら YouTube ライブお休みするかもしれません。はい、ぜひ皆さんということで、また僕のねインスタとかチェックしておいてください。またアップしますんで、YouTube 登録もよろしくお願いします。はい、てな感じで今日も皆さんの貴重な時間ありがとうございました。またねみんなね、じゃあね、ライブで待ってます。とりあえずあさって東京で、バイバイ。